今回はですね、答えた方がいい質問ということで、お話ししていきたいと思います。こちらに出てますのが、先日ですね、私が出品した商品に対しての、質問ですね、が来たんですけれども、それに回答しているページなんですね。で、こちらにあります通り、コンタックスのプラナー 85mm の 1.4 っていう、レンズを私が出品したんですけれども、このレンズをですね、出品した際に、見ていただいている方、入札していただいている方からですね、このような質問が来ましたということなんですね。即決価格で落札し、すぐに支払い、完了したら今日の午後も発送可能ですか、どうぞよろしくお願いしますということで、質問が来たんですね。で、返さない方がいい質問っていうのは、私別の動画で、撮ってるんですけれども、今回のケースは、お返しした方が絶対にいいということで、動画を撮ろうと思ったんですね。で、このメールをもらうと、私はですね、かなりテンションが上がって、すぐにですね、返答をこのようにしましたと。ご質問ありがとうございます。はい、支払いを本日の15時までにしていただければ、本日発送の便に間に合う、発送をさせていただきますと、いうことで、要はこの方はですね、すぐにね、使いたいと思ってらっしゃる方だったんですよね。なので、もう即決価格高くてもいいから、買ってですね、すぐに発送してほしいということだったので、当然出品している私からすればですね、もう嬉しいと、高くても買っていただけるお客様ということで、もうすぐにですね、このように返答させていただいたと。で、返答させていただいてからですね、間もなく即決価格で落札されたということなんですね。で、質問の中でもですね、商品の状態を細かく聞いてくるような方とかですね、シャッター数を聞いてきたりとか、そういうちょっと神経質だなと思うような方の質問っていうのは基本的に答える必要がないんですけれども、このようにですね、出品している私たちからすれば即決価格で買ってくれるということなので、できる限りですね、相手が今日発送してほしいというようなお願いであれば十分受け取れるというか対応できるということであればですね、心よく承諾して即決で落札してもらって商品も速やかに発送するということで、お互いですね、ウィンウィンな関係ができるということですので、こういった質問にはですね、私は必ずと言っているほどお答えして、その日の便で発送するということを、やらせていただいてます。で、このレンズに関しましても、カメラの北村で、仕入れたんですけど、利益がね、4万円ぐらい、出たんですね。即決で結構高めの金額で置いといたので、もう売れた瞬間に4万円以上ですかね、利益が確定したというものに、なります。で、結構ですね、こういう商品っていうのは、海外の方とかもね、すごく、欲しがってる方が多いようなんですよね。で、今回のケースも、海外からですね、お友達が来られるということで、そのお友達がですね、もうすごく欲しくて、もうすぐにでも欲しいということで、購入いただいたという経緯があったんですね。なので、こういうマニュアル系のですね、ちょっと希少性のあるレンズとかを扱うと、こういった、即決価格で、買ってもらえるということもあります。で、状態もですね、今回のレンズは非常に良かったんですね。で、北村さんの査定って結構、厳しめに査定してあるので、外観とかすごく綺麗であったとしてもですね、レンズの中に多少、なんていうんですかね、曇りが薄くあるとかですね、薄くカビがあるとか、そういったレベルのものになってくると、かなりですね、安く仕入れることができたりするんですね。で、今回は別にカビとか曇りとかそういったことではなかったんですけれども、店員さんの目がかなり、厳しめに査定してたので、何ありってことで置いてあったんですね。で、全然見てみたら何ありじゃないと。
で、その時に、店員さんに確認再度したんですけれども、これどこが縄張りなんですかというふうに問い詰めたところ、いやー、ちょっと私も、これはなんで縄張りなのかわかりませんというふうに、お答えをいただくぐらい、まあ、店員さんによってその査定の仕方も違いますし、もう厳しくする方は厳しくするということが起きますので、北村仕入れでね、安く仕入れようと思ったら、本当にその査定の仕方が店員さんによって全然違うので、意外とね、本当にこれがなんで縄張りなんだろうっていうものも、縄張りですごく安く置いてあったりとかっていうケースも多々ありますので、まあ、あまりですね、縄張り品を、敬遠しないで、まあ、北村ネット中古で仕入れる際もですね、縄張り品見つけたら、とりあえずですね、店舗に取り寄せてみて、実際に商品を見てみると、意外と縄張りじゃなかったりするので、まあ、すぐにね、C 品、縄張り、やっぱりやめとこうっていうそのサイクルはやめて、とりあえず一回、お店に、持ってきてもらって、自分で確かめたり、店員さんに聞いて、ちょっとこれどうですかと言ってみることによって、想像していたものと全然違ったものが届くと。で、さらにいい風に想像を裏切られると、利益がかなり出せますので、まあ、ぜひですね、ちょっと参考にしていただきたいというふうに思います。で、ちょっと北村さんの一応ね、いくらで仕入れたのかっていうレシートありますので、そちらにちょっと切り替えます。はい、こちらがですね、北村さんで私が仕入れた際のレシートになります。はい、こちらです。 RTS プラナー 85mm 1.4 の AEG ですね。まあ、これ 12,000円で仕入れました。これかなりね、まあ、オークファンで見てもらうとわかると思うんですけど、かなり安い金額で仕入れることができてます。で、本当にね、まあ、結構ね、こういうマニュアル系のレンズとかフィルムカメラとかって縄張りになるとかなり安くなってることってあるので、まあ、デジタル系もですね、縄張りで安くなってることって結構あるんですけれども、まあ、こういうオールドレンズとかですね、まあ、オールドカメラに関しては、かなりね、値段の付け方がですね、ばらつきがあることが、多いような気がします。まあ、これはあくまでも私の見解なんですけれども、こういうのでね、かなり利益が取りやすかったりするので、まあ、ぜひですね、そういう見方で、まあ、こういうカメラの北村さんとかその他のネットショップを見てみると、まあ、仕入れに、いい仕入れにつながるんじゃないかなというふうに思いますので、ぜひチャレンジしてみてくださいと。で、やっぱり縄張りとかね、そういったものも、もう本当に使い物にならないような、まあ、ボロボロのもので、まあ、動かないといったものとかは、まあ、基本的にそれ相場よりもね、安ければ仕入れてもいいと思いますけれども、普通にね、動いて、普通に、まあ、何ら何ありでもないものが、普通に安いといったことも全然あり得ますので、まあ、ものすごくたくさんあるということではないんですけれども、まあ、そういう目線を持つか持たないかでですね、こういう商品を取り逃すか、手に入れられるかっていう差になってきますので、ぜひですね、そういう目線も捨てずにですね、まあ、こういうマニュアルレンズとかはやらないとかですね、そういう、まあ、決めつけはやめてですね、あと C 品は見ないとかですね、縄張り品は全く見ないとか、そういう固定概念を持たないでですね、とりあえず、見てみようという気持ちを持ちながら、ぜひ仕入れに取り組んでみると、いいと思いますので、参考にしていただければというふうに思います。それでは最後までお聞きいただきありがとうございました。で、私の方で無料のメルマガをやっておりまして、動画の下記説明欄からですね、メルマガ登録の URL を貼ってありますので、そちらからご登録よろしくお願いします。今ですとヤフオクのリサーチから落札までの動画と簡単操作で仕入れ資金を増やす動画2本の動画をプレゼントしております。もし、情報発信の方でですね、ご興味ある方というのは、動画の、右上にですね、私が運営しています別チャンネルなんですけど、ネットビジネスの、まあ、情報発信系のチャンネルも、運営してますので、そちらの方もですね、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それでは最後までお聞きいただきありがとうございます。ご視聴ありがとうございます。メルマガ登録、チャンネル登録お願いします。情報発信系 YouTube チャンネルもよろしくお願いします。画面右上のボタン、もしくは動画下の説明欄の URL からご覧いただけます。これから情報発信を始めたいと思われている方、アフィリエイトにご興味がある方は、非常に参考にしていただける内容となっておりますので、ぜひそちらのチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではありがとうございました。